チームのこう雰囲気とかはすごいいいと思うし、やっぱりそういうチャンスってなかなかね、あの回ってこないので、そういう意味では今年チャンスあると思うし、まあ、まずその渋谷をこうどうやって突破するかっていうのがまあ一番今重要なところですけど、まあその先もあのしっかり行けるようにやっていければいいかなと思いますけど。そうですね、もう多分今はもうあのチームでどうやって勝つかっていうのに全員があのフォーカスしてるんで、個人がどうのこうのとかプレータイムがどうのこうのとかっていう状況の選手があのいないんじゃないかなっていうのが感じれるところで、あとは本当にそのチャンピオンシップ始まっていざ試合になって、まあ僕のその出し方とかその戦術とかそういう部分とかっていうのも本当にこういろいろ絡んでくるとは思うんですけど、まあでもどういう状況でもなんかこのチームが崩れないっていう、まあ今こう安心感みたいなのっていうのが持てるっていうのはなかなかないことなので、それが今あるっていうのはすごいいいことかなと思いますけど、まあ一試合一試合本当にやっぱりこう自分たちのいいゲームを続けていかなきゃいけないっていう、その集中力だったり自分たちのやるべきことだったりとかっていうのはもう一番原点にあって、それをやり続けるとやっぱその自信にもなるし勢いもこう出てくるっていうのがあるんで、そのやり続けるとか集中力をめちゃくちゃ上げるとかっていうその部分っていうのはもう本当に全員がしっかりやんなきゃいけないし、まあ、一番はそのチームとして戦えなくならないっていう、そのチームが一つであればどんな劣勢でもホームでできるっていうのももちろんその一つの要素ではあって、逆転までいけるっていうそういう部分も持ってる、自分たちは持てると思うし、そういうゲームができれば、まあ、本当に勝っても負けてもというか納得できるような部分、まあ、負けて納得するってなかなかないんですけど、でもそういうのをもう作りたいというか、そういう風にできれば一番いいなと思いますね。そのここまでやってこんだけチームとしてまとまってやったけど、やっぱり相手がそれを上回ったりその試合上回ったりとかっていうので負けてしまったっていうんであれば、結果が全てでは僕はないと思ってるんで、正直そのやった過程とか、まあ、今もだからそのレギュラーシーズンやってる過程だったり、それで応援してくれてる人たちがこんだけいるっていうのがやっぱりもう結果よりも重要なところっていっぱいあると思うので、だからそこ そのチームとしてまず周りの人がやっぱこうブレックスってこうだよねって思ってるのを崩さないでしっかり戦い切るっていうのがやっぱ一番重要かなと思ってます。いや、なんか本当にあこのチームバスケットやって楽しそうだなっていうような、見てる人も引き込まれるような状況になってるといいなっていう、すごい真剣な戦いなんですけど、なんかでもみんな楽しそうにやってるなって、思い切りやってほしいですね本当に選手には。はい、はい、みんな多分コンディションも含めていい状況だと思います、ね、あとはそのやっぱり、まあ、選手の方がもちろんやる方なんで、この直前になると緊張感みたいなものが出るんで、その緊張感をどう一人一人が処理しながらやってくれるかってことですね。まあ、でも結構真面目な話、その結構ジェフがバックアップで出てきて、本当にそのジェフ、そのバックアップの選手のところを言うと、このクォーターファイナルに関しては結構やっぱカイとジェフは気にはしてる、気にしてるというか楽しみにしてる部分ですかね。だからそこがこう乗ってくれたらすごい安定した戦い方ができるんじゃないのかな。まあ、やっぱりホームで2回ね、3回やるうち2回負けるっていうのはなかなか自分たちでもこう想像しにくいというか部分であるんで、まあ、それもね、そう自信はあるんですけど過信にならないようにしなきゃいけないっていうのだけはありますね。まあ、僕が関わってきてる中では、まあ、自分で言うのもあれですけど、今今年は一番結構バランスもいいし安定してるかなっていうふうには思いますけどね。
Thank you.
戦いました両チームの皆さん、今一度大きな拍手をお願いいたします。まああのね、始まる前からもうかなりアップやってる時、まあ、僕がコートに入ったのはもうその10分前ぐらいですけど、まあ、そこからすごいこう熱気だったり雰囲気感じましたし、まあ、やっぱチャンピオンシップだなっていう感じはひしひしと感じながら、はい、スタートを切りました。もう本当に勝つことが、まあね、本当重要な試合ですし、まあ、そこに向けて選手たちもプレータイムあるなしに関わらずしっかりこうチーム一つになって戦うっていうところの大事さみたいなのは本当ありがたいですけどね、僕からしたらそこをしっかりこう全員が出してくれて、まあ、本当に、ね、逆転されたらまた分からなかったですけど、そこでしっかりこうシュート決め切ったりとかディフェンス頑張ったりとかっていうのが、まあ、コートの中では出てたんで、本当にチーム一丸となってもぎ取った勝利かなと思います。I mean, they're a pretty aggressive team with the ball screens and just it closed out pretty hard, so I mean wasn't a lot of open threes to take, so just got to be aggressive and take it, use it at my advantage and just drive out. Well, I just want to do anything I can to help my team win. We got a lot of great players, so tonight was my night, tomorrow may be someone else's night, so just want to come in and do my part and do my job. 本当に最初のディフェンスからみんなエナジー持ってやってて、まあ、だけど、まあ、前半まあ、ターンオーバー少なくやってたんですけど、まあ、後半結構、まあ、自分も含めてターンオーバーが多くて、まあ、相手のリズムになっちゃうところ場面があったので、まあ、そこをまあやっていくと、まあ、渋谷さんにもそうですけど、まあ、他のこれから勝ち上がっていったらよりそういうシチュエーションというのはダメなことになってくると思うんで、まあ、そういうのをまあなくして いけるミスっていうのが多かったんで、まあ、そういう最低限のまあ、しちゃいけないミスっていうのは少なくしていかなきゃいけないなと思います、まあ、自分たちの用意してきたディフェンスも結構効いてたし、まあ、本当にポジティブな声かけが多かったんじゃないかなと思います今日は、はい、そうですね、まあ、こういうチャンピオンシップの初戦をホームで迎えられたっていうのは本当に大きいことだし、まあ、それを、まあ、初戦を勝ち切れたっていうのもすごい、まあ、自分たちのこれからのチャンピオンシップに向けていいリズムになると思うし、そうですね、あとはまあ、より明日はそうです、ね、相手も激しくやってくると思うんですけど、本当に今日以上のエナジーを持って、まあ、やればもう、まあ、自分たちのバスケをすればやっぱり勝っていけると思うので、まあ、そこをしっかりやりたいなと思います。I mean, it was exciting. This is my first time playing the championship, so just to, you know, feel the arena and, you know, to know the energy that's going around. Yeah, it was good first experience. Thank you.
明日はゆっくりね、その相手の試合も見れますし、あの選手はしっかり休めますし、まあ、あとホームなんでね、移動もないんで、一番こういう形でセミファイナルに入れるんじゃないかなっていうのはあるんで、まあ、そのこのいい流れがね、その休んだことによって崩れることはうちはないと思ってるんで、まあ、逆に言ったら本当にこうアドバンテージしかないというか、いいことしかないかなと思います。本当にでも今日はね、あのビハインドを追って、まあ、10点ぐらい行かれると本当にきつくなるなっていう時に、まあ、あのしっかりディフェンスで我慢して、で、まあ、その逆のオフェンスはこうしっかりこうどこでアドバンテージあるかっていうのをやりながら、まあ、あと本当に、まあ、渋谷さんもね、そのタフショット決めてきましたけど、うちもあの結構大事なところで、あのスリーポイント決まったりとかして、あの本当にそこを我慢してついていけたのが、まあ、よかったし、まあ、そこからあの本当にそれをきっかけにしていい流れに持っていけたんじゃないかなと思います。まあね、今シーズンこういう状況でって、まあ、何回も言ってますけど、本当に応援してもらったり、まあ、スポンサーの人にサポートしてもらっている中での
ホームゲームが長くできるんで、まあ勝ちたい気持ちも本当に強いですし、まあ、勝つためにはしっかりうちらしいゲームやらなきゃいけないんで、まあ、本当にしっかり準備してまずは第一戦にしっかり戦えるようにやっていきたいなと思います。はい、まあ、いい状況にあると思いますし、まあ、本当にみんな集中してるし、まあ、そのチームのやるべきこと、をみんな共通認識持ってしっかりとやれてると思います。やっぱりもうみんな優勝したいという思いはありますし、まあ、ホームでやってますんで負けれないっていう強い意志、そういったものがあってみんなすごく集中力高いし、まあ、本当にやるべきことをしっかりやれている、まあ証拠かなと思います。まあ、本当に楽しみながらしっかりと集中したプレーというのができているんじゃないかなと思いますし、まあ、これからもね、それを続けてやっていきたいと思います。 The key is pretty much like you can't look past pretty much the second game, the first game. You gotta go into the first game, the semifinal game, play hard, 100% energy, just try not to have any mental mistakes. Like me yesterday, I played bad. I told coach I played bad yesterday, so I had to make up for today. I came out today a lot more aggressive. So just against, you know, whoever we play in the second round, you know, you just can't have those type. For me, I can't have those type of performances for us to be champions. You know, everyone has to play in their A game and just, you know, be good, be better than what they were the game before. そうですね、でも昨日実はめっちゃ足つりそうになったんですけど。あ、知ってます。そうですよね。そうなんですよ。でも多分水分不足だったり、今日はでも全然動けた、まあ、ほっとしてますね。まあまあやっぱこういった緊迫したチャンピオンシップっていうのは本当により大事なところで仕事をしなきゃいけないという、もう自分ももちろん自覚はしてるし、チームもそれを求めてもらってるんで、そういう時こそやっぱ自分の価値は証明されるとは思う。あとはやるだけだと思ってますよ。はい。まあ、初戦のやっぱ始まる時は少しあれでしたね。思ったより、まあ、ナーバスというか、なんかちょっと緊張ってまではいかないですけど、なんかいろいろ考えることがこう思ったより増えたというか、いつもなんかもう大体このシチュエーションだったらこれみたいなのをある程度決めてるんで、なんかもう別になるようにしかなんねえなと思ってるんですけど、まあ、やっぱりね、勝ちたいから、そういうのもこうちょっと増えてきて考えることも、だから、まあ、そういうのであれでしたけど、まあ、試合始まってしまえばもうなんか試合に自分自身とかもチームも熱中してたし、まあ、ファンの皆さん その雰囲気とかにもしっかりこう入り込んでゲームにだけ この集中力があったんで、かなり良かったです。まあ、2戦目は特にもうちょっと落ち着いてこういろんな自分がこう指揮する中でも、まあ、選手交代とか戦術とかも、まあ、結構しっくりきたんで、だから2試合は良かったなと思ってますけど、まあ、チャンピオンシップはね、もうそういうこうテンションとかで、まあ、練習からずっとやっぱやっていかないといけないし、
まあ川崎にはね、今シーズンも、まあ、先シーズンもあんまり勝てなかったんですけど、やりづらさというよりは、まあ、ちょっと楽しみは楽しみですね。まあね、レギュラーシーズンは本当に負け越してるし、天皇杯の決勝でも負けてるんで、まあ、チャレンジするっていう気持ちの方が強いんですけど、まあ、ホームっていうのがまず一つかなりのアドバンテージが自分たちにあるなと思ってるし、だから楽しみです。はい。Let's go! Next to sweep! One, two, three!